エトラちゃんは見た。僕はヒイラギ、小学4年生。僕には双子の妹がいる。それが今こうして暗闇の中で歯ぎしりしながらおっかない顔をしているユズリハだ。普段ならその形相に皮肉の一つでも垂れてるところだ。なぜなら僕たちは双子のくせに反りが合わないから。でもそんな僕らでも馬が合う瞬間もあることはある。それは例えば共通の敵を前にした時だ。つまり今である。だからさ、うちの息子にはみっちり勉強させてんの。塾は毎日行かせてるし、放課後も私が家にいるうちはずっと付きっきりで監視してるのよ。そうなんだ。厳しいとは思うよ。でも親心だからさ。ほら、成績がずっと低空飛行でいじめられたりしたらかわいそうじゃん。だから心を鬼にして教育ママやってんの。なーにが教育ママよ。自分の子供を操り人形にしてるだけじゃない。ほんとだよ。うちのママの爪の赤を煎じて飲ませてやりたい。いや、むしろ僕が飲みたい。あんた、それはちょっと趣旨が変わってくるわよ。でも仕方ない。だって見ての通り、ママはあんなにも可愛いから。アイドル顔負け、天使の生まれ変わり。料理もうまいし、身も心も美しい最高のママだ。ゆりさんも子供の教育とか早いうちからお金かけた方がいいわよ。私もシングルでお金結構厳しいけど、それでもアクセク働いて息子のために尽くしてるの。今やってる陶芸教室もやめちゃって、塾にその分お金かけたら。でもその教室があったから茜さんとも知り合えたわけだし。まあそれもそうだけどさ。逆に茜さんは続けないの、陶芸教室？うん、もうすぐ辞める予定だよ。もともと地域のママとネットワーク作りたくて参加してただけだもん。教室に入会した時ここに引っ越したばかりだったからさ。子供が同い年のゆりさんと出会えたのは助かったわ。そういえば少し前に他のクラスに転校生が来たって話聞いたことあるわ。もしかしたらそいつがあの茜ってやつの子供じゃない？濃厚だね、その説。これからの時代は学力よ。ただ容姿がいいとか性格がいいとかだけじゃダメなの。はぁ、ゆりさんも真剣に考えないと。このままだと子供が将来路頭に迷うことになっちゃうわよ。あんな母親の子供だもの、ろくでもないに違いないけど、ちょっと様子見てみない？それでそいつの成績をそれとなく調べてから追い抜いてやるの。もしそうなったら悔しがるだろうね、あの茜って人。よし、さあと決まれば結果よ。と、その時点ではそんなことを考えていたのだが、まさかの外国人だぞユズリハ。どうするんだ。どうするもこうするもないわよ。まさか息子がハーフだとは思わなかったけど。ナイスとミーチュー。誠に申し訳ございませんでした。は？ユズリハの英語の発音が悪すぎてひどい言葉に聞こえちゃったんじゃないか。英語のテスト何点だったんだよ。私のせいだって言うの？失礼ね。いや、それよりも、あなた日本語喋れるのね。なんで土下座を？だって転校生を呼び出したってことは閉めろってことですよね。え、しないよそんなこと。そうよ、私たちはただあなたの成績とか知りたいだけで。はっ、よかったです。この学校でもいじめられるんじゃないかと思って。帰国子女って肩書きが生意気だからって理由で前の学校では結構ひどい目にあったから。そうなんだ。安心しなさい転校生、私たちはあなたをいじめるような真似はしないわ。むしろ友達になってあげるわよ。どう？本当ですか？嬉しいです。僕はジョンって言います。それにしてもあなたハーフってことでいいのよね。はい、僕のパパがアメリカ人です。ママが僕を産んだのもアメリカ。でもパパが病気で亡くなってママと日本に戻ってきたんです。じゃあ英語もペラペラなのね。私も英語は得意なの。 This is a pen. Why Japanese people? ユズリハ、逆に恥ずかしい感じになってるから。二人とも面白いですね。僕と友達になってくれるなんて嬉しいです、すごく。そんな大げさな。これでママも安心してくれたらいいけど。さっきから何笑ってんの、気持ち悪い。ちょっとユズリハ、きっと僕らと一緒に下校できるのが嬉しいんだよ。今まで友達が一人もいなかったもんだから。改めてそう言われるとそれはそれでへこみます。でもヒイラギ君の言う通りです。僕二人
リと一緒に帰れてとても嬉しい。ほだされちゃダメよ。本来の目的はこいつよりもいい成績を取ってこいつのママをギャフンと言わせることなのよ。ところでじゃあ、あなたこの間の確認テストは一体何点？あれ？ゆずちゃん？ひーくん？ママ！どうしてここに？今日は仕事が早く終わってね、買い物してから帰ろうかなって思って。ところでその子は？新しいお友達？ヒイラギくんとゆずりはさんの友達です。ジョンと言います。ああ、君がジョンくんか。私はゆり、ヒーくんとゆずちゃんのママだよ。よろしく。優しそうな子だね。それほどでも。親子ともどもこれからよろしくね。わかるわよ。こんな可愛いママに褒められたらデレデレしちゃうわよね。君もママファンクラブに入るか？え？気にしないで。ん？あそこにいるのはあかねさん？ほんとだ。仕事もう終わったのかな。ちょっと声かけてきます。ママ、僕らも行こうよ。一緒にお茶しよう。そうね、行こっか。と、職場からだ。ごめん、ゆずちゃん、ひーくん。先に入ってて。ママもすぐ行くから。はい。本当に可愛いですね。いや、そんな。年齢も年齢だし、褒められるほどじゃん。いやいや、そんなことないですって。一目惚れですよ。よかったら今度は俺の行きつけのバーに。ママ、学校終わったの？うん、こっちは友達のひーらきくんたち。こんにちは。あら、ゆりさんとこの？そう。あんたに友達がね。ありがとね、二人とも。ジョンと仲良くしてくれて。あれ、ママに教育マウント取ってたにしてはいい人っぽいな。油断しちゃダメよ、ヒイラギ。ところで、その人誰？いや、実は仕事の帰りに声かけられてね。お茶でもしませんか？みたいな。ナンパ？うんうん、ママは可愛いからね。みんなが好きになっちゃうよ。うちのママの方が1億倍可愛いわ。え、あの、この子誰です？ああ、息子のジョンです。なんだ、小間違いだ。は？ああ、いや、なんでもないです。ただちょっと、急用を思い出したんで帰ります。ねえ、ヒイラギ、こいつなんか態度悪くない？自分からナンパしておいて、その言い草はないよね。レディに対して失礼だと思わないのかしら。下品極まりないわ。惚れた女性に子供がいたって、愛があればそんなの平気さ。まあきっと横島な考えで近づいたんだろうけどね。ああ、うっせえな、クソガキが生言ってんじゃねえぞ。うわ、こいつ簡単に本性出したわね。しょぼい化けの皮だね。しかも中身が僕らの血縁上の父親とそっくり。自分勝手で人の気持ちを考えない最低なところとかね。ああ、なんだと？ちょっと、子供相手に何する気？しょぼい服装してるくせにうっせえぞ。お前ぶっちゃけ顔はいいけど身だしなみはクソだせえよ。ワンチャンあるかと思ったのに、マジなやるわ。子持ちなんてだらしのね女ばっかりじゃねえか。あんたね。てめえ何を。謝れ。ジョン君、ママは頑張ってるんだ。パパが死んじゃって一人で、でも僕のために一生懸命なんだ。天国のパパに心配かけないように、ママは家族のために寂しいのを必死にこらえて頑張ってるんだ。そのママをバカにするな。あなたが生きてたら、ジョンがいじめられてることにもっと早く気づいたのかな。きっとそうだよね。あなたは私と違って優秀な人だったから、せめて二度とあの子がいじめられないよう優秀な人間に育てなきゃ。そのために家計を切り詰めてでも塾に行かせてるんじゃない。あの人だってきっとそれを望んでるわ。頭のいいあなたの息子が私みたいな劣等生じゃ。あなた、ジョンは私が立派にするからね。ママに悲しい思いや辛い思いは絶対にさせない。僕がパパの代わりにママを守るんだ。ジョン、かっこいいぞ、ジョン君。ええって、え、めっちゃ可愛い。ちょっと一緒にお話しませんか。おい、ママに横島の視線向けるのやめろ。ガチーナや。あなた、子持ちがどうとか言ってましたよね。確かに身だしなみに気を使わなくなるママはいます。でもそれはきっと自分の身だしなみよりも優先してしまうぐらい子供のことを愛しているから。少なくとも私はこの子たちが生まれてきてくれた事実だけで育児の苦労にお釣りがきます。それは茜さんだってそうです。きっと大なり小なり違いはあれど、世の中のお父さんやお母さんはそういうものなんです。あなたに
この幸せの何がわかるの？あなたの狭い価値基準で二度と親を語ってほしくない。くそ、ママかっこよかった。可愛いだけじゃないのね。向かうところ敵なしよ。ママ腰が抜けちゃった。怖かった。ごめんね、格好悪いところ見せて。そんなところも可愛いよ。あかねさんもすみません。いえ大丈夫よ、ゆりさんかっこよかった。私ね、多分知らないうちに囚われてたの、夫への義務感に。夫のためにもジョンを優秀に育てなきゃって考えてた。でもジョンが生まれてきてくれた時、あの人はとても喜んでた。あの時点で彼は十分に報われてた。私も同じ。そんなの本当は分かってたはずなのに、気がついたらいつの間にかジョンの気持ちを考えなくなって。ごめんねジョン、私ユリさんみたいにいいママじゃなかった。ママは立派にやってるよ。僕にとっての最高の母親はいつだってママ一人だ。絶対にそれを変わらない。産んでくれてありがとうジョン。でも塾の日数は減らしてほしいな。僕にも友達ができたんだ。もっとたくさん遊びたい。ママとも一緒にゲームとかしたいしね。勉強じゃなくて。そうね、そうしよっか。それからジョン君家と僕らの家はより密に付き合い始めた。休みの日は一緒に遊園地に行ったり陶芸教室に行ったりもしている。ジョン君すごいじゃない、この器の出来。え、そうですか。天才ですよ、まさにキリンジ。ジョン君、私と一緒に撮らない？世界も。熱量がまともじゃないです。この人はまともじゃないのよ。でもよかった、ジョン君もあかねさんも楽しそう。そうね、あかねさんも話してみると結構いいママだった。ジョン君が最高の母親と言ったのもうなずける。ま、僕らにとっての最高のママは依然としてうちのママだけど。ご視聴いただきありがとうございました。すべては息子のためと思っての行動だったわけですが、その意思は息子さんにちゃんと伝わっているのか、それが何よりも大事ですよ。一人だけの子育ては大変で不安もたくさんあるかもしれませんが、最高のママだと言ってくれたことがちゃんとした母親ができている何よりの証拠ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。